ミネオ TV、ミネオ TV。はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。本日は、ライブ中等々でね、いろいろご質問いただくことが多い順というか、多いものに対してちょっと返答できればいいかなと思っております。はい。で、まずね、じゃあ一つ目。リセマラの最低ライン何ですかということなんですが、いろいろまあ、あるとは思うんですが、私といたしましてはパプニカ1凸、マジックブースターもしくは何かしら星4武器2種類は欲しいところかな。はい、2つ目、じゃあまず何から始めたらいいですかということなんですが、まずはやっぱりストーリー進めてください。で、現状でいきますと、それであとはヒュンケルのイベント、これの捨て身をひたすら取ってレベル6にしていくっていうのが今のところ主流で一番強くなる近道ではないでしょうか。はい、じゃあ3つ目、強い武器って何ですかっていうことなんですが、強い武器っていうのはね、結構難しくて、まあさっきね、リセマラで、まあ、パプニカ1凸かなっていう話あったんですけど、まあ星4であれば、まあ基本強いですよね、やっぱね。で、武器が強いというよりは、やっぱ奥義を凸していきたいっていうのがあるので、まあ、できたらその奥義を一突、するのが強い近道だと思います。はい、4つ目。何の職が、すればいいですかということで、基本的に今多分ね、勇者か戦士かみたいな、まあ、論争というかあるかと思うんですけども、まあ、どちらにせよね、どちらも育てていかないといけないということなんですが、私的には使いやすいのは勇者ですね。はい、途中戦士にも浮気してしたんですけど、まあ、安定しているという面でいくと、やっぱ勇者のレベル51以上のスキルというのが結構優秀なのが育っていて、で、まあもちろん戦士もね、攻撃力は抜群に上がるんだけど、どうしてもこう、もうちょっと防具なりね、まあいろいろ魂なり育ってこないと、ちょっと不安定さが残る。なので、一つね、豆知識的に言うと、ボードのレベル51以上のところの、特殊なね、マスのところ、ところを見てもらって、それである程度ね、強い弱い判断しているのが一番いいんじゃないでしょうかね。51以下だとね、そんなに、強さ変わんないですね。はい、じゃあ、5つ目かな。はい、ヒュンケルは使ってますかということなんですけど、ヒュンケルがね、まあ、使えるか使えないかというと、現状非常に使いにくい。なんせすぐ死んじゃう。ね、ということで、まあ、使い道によったらね、これもレベル51以上のスキルに、確か HP が半分以下かなんかなるとめちゃめちゃ防御力上がるっていうね、まあ、スキルが発動するのがあるんですけど、まあ、その辺やるまでは使いにくかったり、でもどちらにせよね、今イベントで入れとかないとね、まあ、知ってる人は知ってるかと思うんですけど、お金もらえちゃうんでね、これ。お金、やっぱ欲しいよねっていうことでね、まあ、ヒュンケル入れちゃうっていうね。まあそういうことになってると思います。はい。じゃあ6つ目ですね。レベル上げどこでしてますかということなんですけど、レベル上げは、日々の、チャレンジぐらいですね。なので、あとはレベル上げというよりも欲しい素材とか、まあ欲しい武器、欲しいスキルのところを、まあ回って、その、あれでレベル上がったという方がいいかと思います。レベル上げだけでというところでいくと、もうね、日課のところぐらいかなという気がします。はい。じゃあ7つ目かな。はい。現状考えうる強い PT はということで、そうですね。まあさっき言ったヒュンケルとかを使わないとした場合に、まず主人公、そして、マームさんはどうしても回復なんで必要となってくる。そして後半になってくるとやっぱりダメージ量が非常に半端なくて、どうしてもね、サブにこのアバン先生をやっぱり連れておきたいとなるともう残り1枠なんですね。なのでその残り1枠に大君を入れるか、まあ、ポップ入れるかというのが一応私の中で強いパーティーかな。なのでまあどちらかのね、装備を持ってたらその装備持ってる方入れればいいし、まあ、両方持ってるんであればまあ、ポップが使いやすいかな。やっぱメラゾーマ刺さるんでね。
ただやっぱりポップどうしても死にやすいんで、その辺で全然ダメだということであれば、まあね、主人公の大君を入れてはいかがでしょうか。はい。で、8つ目かな。はい。ガチャはどれが当たりですかということですけども、完全にガチャに関しては、一番初めのパプリカのガチャが大当たりです。また別動画でも言ってますが、基本闇鍋仕様になってるので、すり抜けすり抜けとかなった場合、どん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 出にくくなりますので、もう引くなら今、あともう3日かな、この放送してる時点であと3日だと思うんで、はい、狙う方は狙いに行ってはいかがでしょうか。はい、じゃあ9つ目かな。どうやって戦力整えていく、上げていってますかということで、まず無課金とか微課金、あと廃課金でまただいぶ変わってくると思うんですけども、基本的には無課金の方はだいたい1万5000から1万6000の間でかなり壁があるようです。で、基本的にはやることはね、同じで、まあ、レベルをやっぱしっかり上げる、魂もしっかりレベル上げて、内容のね、オプションもしっかり選別する、防具武器もしっかりレベル上げていく、で、スキルもね、まあ、しっかりレベル上げていくといったことをやっていく。プラス、神殿のね、証。これも、レベル5にすると大体500近く上がるのかな。なので、まあ、その辺しっかりやっていくっていう形にどうしてもなってしまいますね。はい。はい。あと、それつながりかわかんないですけど、10個目かな。絆どうやって早く上げたいんですけど、ということで。まあ、絆に関してはね、基本スタミナ、1に対して1絆上がる感じ。だから20のスタミナのクエストを受けると大体20上がるんですよね。うん。なので、まあ、早く上げるという意味では、例えば今回のヒュンケルのイベントのように、一部のクエストを受けてマルチチケットをもらい、そのマルチチケットの場合はスタミナを使わないので、それで絆も、レベルも上げていくっていうのは、割といい近道かもしれないです。で、特にヒュンケルの今回の場合はお金も稼げちゃうっていうことがあるので、まあ、今後ね、イベント関係がどうなっていくかはわかりませんが、まあ、早く上げるといった意味ではそういう活用法もあります。はい。11個目かな。結局、魂ガチャ及び魂でおすすめありますかということで、魂はね、私もこの間、おはガチャで当たったんですけど、まあ、これね、実際書いてないんですけど、19日かなんかでガチャ更新来ちゃうんですよね。で、これでいいか。あのね、この、ピラちゃんがね、ピラちゃん。これガチャガチャともらえるやつと2つあってね。で、ガチャのやつがこれなんだけど、とんでもないでしょう。とんでもないんですよ。これピラちゃんだけちょっとおかしいんですよ、性能が。間違えてないよね。大丈夫だよね、運営さん。ということで、現状はもうこのピラちゃん一択です。もうこれ3つつけたらやばいです、マジで。うん、マジやばい。まあ当たんないんだけどね。うん。ということで、現状はピラちゃんが当たり。で、突っていくとね、ここのダメージアップが 1% アップしたりするので、まあ、余裕がある方は突っていくのもありじゃないでしょうか。で、必ずね、1日1回の無料ガチャはね、忘れずやることだと思います。はい。で、最後の質問かな。結局面白いんですかとね、いうことなんですけど。はい。まあ、普通に、私は面白いので続けてます。まあ、今まだね、バグとか不具合とか、まあ、いろいろあるかと思うんですけど、その辺落ち着いてきて、まあ、一部やっぱ言うとすればね、まあ、スタミナ関連とガチャ関連、この辺だけはちょっとなんとかね、いろいろ改善を試みていただけたらなと思います。はい。ライブの方はだいたいね、昼間に放送してますので、またそちらでよろしければ、枠の範囲でね、お答えしますんで、質問等してください。またよろしければ、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。それでは、良い絆ライフを、失礼いたします。